星野さんっていつも昼休みに焼きそばパン食べてるのね。うん、好きなんだ。そういう桐谷さんもいつもサラダ食べてるね。ええ、バランスよく栄養を取りたくて、サラダはビタミンとミネラルがたくさん取れるの。そう考えると焼きそばパンは炭水化物を炭水化物で挟んでいるのね。これだと糖質がすごく高いかも。そうなの？でも美味しいよ。それは確かにそうね。